そう、基本的に私は人に言いまくって実現させるタイプなんで、うん、こうやってね勝手に一人、そうだな、誰が見ていようと見ていまいが、まあとりあえず私だけは見るんでね、こう記録に残すと、ね、もうどんどんやりたいことをこうやってこうやりたいこととかその時の思いをね、まあ毎日私そうだ13年かな日記書いてるんですけどね、まあそれとは別にね、2ヶ月ほど前からこういった動画を始めてます。まあ、これは本当にどちらかというと、まあもちろん、まあ第一に自分自身へ向けて発してます。でね、自分自身以外でもね、一人でも二人でもこういうことを見るとですね、まあ自分自身だけだとね、まあなかったことにとかね、結構簡単にできるんですけど、まあ正直なところ言うと簡単にはできないですよね、本当のこと言うと。でもね、皆さんがこうより多くの皆さんに言えば言うほどね、引っ込みがつかなくなるというか、なんていうのかな、ところあるんでね。でこういう感じで皆さんにシェアしているというか、まあ表に出してます。はい、まあ、どん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 そうやって言っていきたいと思います。自分のやりたいことをね、もうバカだと思われても、どう思われても、もうどん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 声を高らかに宣言していくというね、まあ、それが私のやり方です。まあ、結構そういうことを言う先輩方がいらっしゃいますので、まあいいんじゃないかと思っております。以上です。